か前に東京の山手線に新しい駅ができました。名前は何と申しましたか？高輪、ゲットウェイとか。なんだかスティーブ・マックイーンに撃ち殺されそうな名前でございますけれども。私はあの候補の中ですと、芝浜ってのがいいんじゃないかと思ったんですけれども、皆様はどう思われましたか？お前さん、お前さん、起きておくれよ。お前さん、無茶な起こし方するんじゃないよ。もうぐっすり眠ってたところ。あんたよ、あんたじゃないよ。ね、遅くなるといけないからさ、早く支度をして飽きない言っとくれよ。飽きないってなんだよ。なんだよじゃないよ。お前さんに飽きない言ってもらわなきゃ、釜の蓋が開かないよ。釜の蓋が開かねえんだったら、ほら、そこにある水亀の蓋でも開けときな。水亀の蓋開けてどうすんだよ。私たちは金魚じゃないんだからさ、水ばっかり飲んじゃ生きちゃいられないよ。ね、飽きない言っとくれよ。ねえ、ギャー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 わめくらい畜生め。物には言いようというものがあるよ。行かねえとは言わねえや。行ったらいいんだろ、行ったら。これだから魚屋なんてものは嫌な商売だ。何が好きで、まあこんな暮れ打ちからおっかに叩き起こされて外をほっつけ歩かなきゃいけねえんだ。もう20日も休んじまってな。問屋連中にどんな嫌味を言われるかね。また喧嘩にならねえといいんだけどもな。気が重いな。なんだこら。問屋が一軒も開いてねえぞ。おい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 、俺が飽きないでて問屋が休みじゃ物事があべこべじゃねえかよ。これどうしちまったんだよ。増上寺さんの金が7つ売ってやる。どうりで問屋が開いてねえはずだぞ、あのおっか。一時早くここじゃった。気の空きかねえ女だな。もう打ち蹴って蹴っ飛ばしてやろうかしら、まあいいや、浜でもって一服やってるうちに夜も明けるだろ。おお、寒い寒い寒い。海風が顔に刺さるようで、こういう日はな、お波に手突っ込んでるグレーの方がよっぽどぬくいや。ああ沖に見えるわ、あらお食り船か。浜大漁だねって。なんだこれ、ずいぶんフリーセーフだな。目方があるけど、なんだ、銭でも減ってんのか。あ、閉めた閉めた。へっ、こいつは春から縁起がいいって、これ泥棒のセリフだけどもよ。へえ、こらおめ小銭にしたって随分あるぞ。おっかおっかおっか、開けてくれおっか。あと閉めろ、あと。おめえ一時早く起こしたな。そうなんだ、申し訳ないことしたと思ってさ、ひょっとして怒って帰ってきたのか。怒っちゃいねえ、怒っちゃいねえんだ。俺も向こう行ってから気づいたんだ。問屋が一軒も開いてねえ。仕方がねえからよ、芝の浜降りて一服つけてたのよ。そしたら波打ち際でこんなもんひょった。なんだこりゃ、ずいぶん古い財布だね。お金でも入ってんの。まあこれ何だい。みんな小粒じゃないかい。これいくら入ってんの。82両減ってる。82両、まあ大変なお金じゃないかい。大変な金だぜ。どうだい。麻生家は3本の得ったけど見てみろよ。俺82両も得しちゃったよ。もうじきに蔵が立っちゃうよ。おっか、目先なんて言ってやった。俺が飽きない家出なきゃ釜の蓋がどうとかなんとか言ってやったろ。これだけありゃおめえ、釜の蓋も鍋の蓋もねえだろ。まあ、釜の蓋も鍋の蓋もないけどさ、これ落としもんだろ。いいんだよ、もう海で拾ったものはみんなのものだよ。アサリやハマグリと一緒だよ。俺は運がいいんだな。そうだ、祝い酒だ。お、トラさんクマさん呼んできな。何言ってんだよ、まだ夜明け前じゃないかい。あ、そうか。じゃあよ、前祝いだ。昨日の残りの酒はまだ残ってたろ。それ持ってきてくれ。おっかおっか、この酒はよ、品川の海にご馳走になるようなもんだ。椅子にも増してうめえ。ハゼの佃煮だってよ、こんな82両なんて薬味がついたらもう鯛の刺身と一緒だよ。おーうめえうめえ。いい心持ちだ。お前さん、お前さん、起きてくれよ。お前さん、なんだ、火事か。火事じゃないよ。ね、遅くなるといけないからさ、早く支度をして飽きない言っとくれよ。またそんなこと言ってやろ。なもん、どうだっていいじゃねえか。俺が昨日拾ってきたあの82両でもってうまくやっといつくんな。何を言ってんだよ、この人は寝ぼけて。どこでそんなもん拾ってきたんだ。どこでじゃないよ、どこでじゃ。おい、おっか、しっかりしろよ。
俺は昨日芝の浜へ行ったろ。何を言ってんだよ。お前さん昨日芝の浜へなんぞ行かないじゃないかい。私が起きとくれって声かけたら、うるせえって怒鳴るから。そのままにしといたら昼過ぎぐらいにポーンって飛び起きて、トラさんだのクマさんだの大勢連れてきてヘビレケンだの前に飲んで寝ちまったんじゃないかね。何か嬉しいこってもあったのかと思ったら、まあそんな夢を見たのかい。もう迷惑な夢を見てくれたね。言うよ、待て待て待てよ。え、夢？冗談言っちゃいけねえ。あんなはっきりした夢あるもんかい。え、増上寺さんの金はどこで聞いたってんだよ。何を言ってんだよ。増上寺さんの金だって江戸中どこでだって聞こえるじゃないかい。ほら、今鳴ってんのは増上寺さんだよ。ボーンって。ああ、そうか。あら、夢か。そうだよな。そんなうめえ話はねえやな。おっか、あら、夢か。銭拾ったのは夢で。飲み食いしたのだけ本当か。いや、悪い夢を見ちゃったな。そこら中借金だらけだ。もう返す当てもあんめえ。おっか、死のうか。何を言ってんだよ。お前さん、商い言ってくれやどうにかなるよ。本当にそうか？そうだよ。お前さんのね、目利きのいいな女房の私が一番よく知ってるんだ。ね、飽きない言っとくれよ。本当にそうか？きっとだよ。あった！じゃあ、俺は今日から飽きない家出る！いや、で、すまねえけれども、しばらくの間辛抱してくれ！あ、行ってくれよ！行ってらっしゃい！貸しでもって喧嘩なんぞするんじゃないよ！ああ、大丈夫だよ！ってんで。これから人間がガラリと変わりまして、一生懸命商いに精を出します。3年も経ちます頃には、浦長屋に住んでおりましたボテフリが、どうにか表通りに店を構えられるようにまでなる。ちょうど3年目の大晦日でございます。おう、よかったよ。あら、早かったじゃないかい。どうだったの、お湯は。あ、それがよ、もう大変な人手でさ、もう長くぐるってえと芋を洗うようだった。おう。畳取っくれたのかい。そうなんだよ。ちょうど畳屋さんが手空いてるってからさ、よかったかね。ああ、いいともさ、客商売だからな。あ、それに俺はこの畳の匂いってのはで好きだよ。昔の人はいいことを言ったもんだ。畳の新しいのと、女房は古い方がいいってな。何を言ってんだよ、この人は。え、お茶でもお上がりよ。お、すまねえ、すまねえ。ああ、それにしてもな。え、ああ、借金もあらかた消し終えて、明日はお天気だ。いい元日が迎えられそうだ。お酒飲みたいかい？え？そんなものはもうどうでもいいや。あ、それより茶も一杯くれ。そんなこと言って、本当は飲みたかないかい？くどいよ。それより茶も一杯くれ。ねえ、お前さん、なんだよ。お前さんに一つ見せたいもんがあんだけどもさ、怒らないで聞いておくれよ。お前さん、この財布に見覚えないかい？見覚え？これ !3 年目に！え？え、だって、お前あれ夢だってそう言ったじゃねえか！え？じゃあ何買おうか？お前3年も嘘ついてやったのか、この甘！だから話を最後まで聞いておくれ。話を最後まで聞いてから会ってぶったり蹴ったりできるだろ。白状するけれどもね、これ本当にお前さんが拾ったんだよ。あたしはこれ初めて見た時にびっくりしまってさ、大家さんに相談しに行ったんだよ。そしたら、こん中の金一文でも使ってみろ。泥棒になっちまうじゃねえか。ウォーキンの体は満足にいちゃいねえぞって言われて、私もびっくりしまってさ、お前さんにはもう夢だ夢だ夢だ、夢見たことにして晩鐘に届けて、この金もね、随分前に私のところへ戻ってきてたんだよ。でもこれ見して、またお前さんが元の酔っ払いに戻られてもたまらないと思って、ずっと言い出せずにいたんだ。そういうわけだからさ、私はお前さんにずっと嘘をついてきたけれども、決して悪気があって嘘ついたわけじゃないから。腹も立つだろうけれども、腹が立ったら私のことぶつなり蹴るなりしてどうしたって構わないから。おい、待ちな待ちな待ちね。待った。こらぶったり蹴ったりするところじゃねえや。ああ、確かにそうだ。こんな金かね一文でも使ってみろ。今の俺はねえや。ああ、そうなっちまうところ、おめえのおかげでもってどうにか店へ持つことができたんだ。俺はぶったり蹴ったりしちゃいけねえ。俺はおめえに礼を言わなきゃ。ああ、おっかありがとう。いつもすまねえ。こんな話をするからさ、機嫌直しと言っちゃなんだけども、一本だけつけといたんだ。今日はそれだけ飲んで休んでおくれ。お、そうかい。ああ、そこまで勧められちゃ飲まねえわけにはいかねえや。じゃあおっか、一杯だけいただくよ。よそ。
また夢になるといけねえや。おい、トメさん、ウォキンとカミさんがあんなとこでペコ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 おじいし合ってるぜ。あれ一体何やってんだ。はあ、あいつは随分儲かってやるからな。きっと正月周りの稽古だろう。